はい、ガチンコマッチクラブをご覧の皆様、今回もミスター M さんが動画を送ってくださいました。中年の100キロデブでもできる筋トレなんですよね。まあ、これがですね、私たちにすごく希望を与えてくれます。私も中年ですしね、まあ、100キロはないんですけども85キロ前後なんですよ。ということでですね、私もトレーニング次第で85キロぐらいから80キロ前後にまで抑えられるのかなというふうに期待をしてね、ずっと見てるわけなんですけども、やっぱりね、ミスター M さんの動画っていうのは1分でできるってところにやっぱりね、こうポイントがあると思うんですよ。1分だったらやっぱり時間できるでしょ。でもね、今回のレッグレイズ1分がね、無限の時間に感じられるぐらいむちゃくちゃきついんですよ。で、足をこう寝っ転がった状態ガーッと上げるわけなんですけども、このね、腹筋のプルプルがですね、心地いいような、本当にね、地獄の苦しみのようなね、そんな感じがしてね、癖になっちゃうわけなんですけども、私もね、胸を鍛えることって、胸じゃない、その何ですかね、腹筋を鍛えることって結構好きでですね、やるんですけども、いや、なかなか贅肉落ちないですよね。まあでもね、贅肉が落ちないからこそやらなければならないと。贅肉が落ちたらどっちかというとやらなくていいわけですからね。このパラドックスにどこまでね、やっぱこう耐えていけるかってこともトレーニングのポイントなんではないかなと思います。さあ、それでね、今回ちょっとミスター M さんにメッセージがあります。ちょっと お願いと言いますかね。それはですね、あのバックに映っているトレーニング機材があるじゃないですか。ちょっとトレーニング機材の紹介をそろそろこの辺でね、考えていただければなと思うんですよ。やっぱりね、筋トレをするときに男性が憧れるのってやっぱダンベルとかですよね。それからあの何ですかね、ラックですよ。ラックがありますよね。ラックっていうのはやっぱり置ける部屋とかスペースの関係で限られていたりとか、2階部分には置きにくかったりとかやっぱするんですよね。まあ、なんせ2階にはちょっと物が運べないかもしれないですね、難しくって。まあ、そういうところがありますんで、ミスター M さんラックを組んでらっしゃるのと、あとはね、ファイティングロードのダンベルとかあるじゃないですか。で、ダンベルがいくらだったのかなと、どこで買ったのかなとかね、どのぐらいの重さのがあるのかなとかね、あとはそのラックですよ、ラックはどういうふうに組んだのかなとか、窓から入れたんですかとか、階段とかを持って上がるの大変じゃなかったですかみたいなね、まあ、どういう背景か分からないですけども、そういったこともね、やっぱりこう筋トレをしてマッチョな体を目指す男の子だったらね、みんな気になるところだと思うんで、ちょっとその辺のね、紹介も今後考えていただければと思います。何回かに分けて やると面白いかもしれないですね。それからミスター M さんが気になるグッズみたいなやつとかね、あとローラーとかあったじゃないですか。ローラーもあれいくらですかね、1000円か2000円じゃないと思うんですけども、ああいったグッズの紹介も何回かに分けてやっていただくと、とってもね、動画メリハリがついて面白いかなと思いますんで、そういうふうなね、こともやっていただければ幸いでございます。どうかお願いします。それでは失礼します。